ボルフガング・マルシュナーは、ドイツのバイオリン奏者、作曲家。ドレスデンに、ハイン・リヒ・マルシュナーの末裔として生まれる。幼い頃からバイオリンを手にする。4歳で、シュターツ・カペレ・ドレスデン付属学校のオーケストラで、バイオリンを弾き、9歳で、タルティーニの、悪魔のトリルを弾きこなした。14歳で、モーツァルテウム音楽院に入学し、 バーシャプルジー・ホダにバイオリンを学び、クレメンス・クラウスやエルマンのボルフ・フェラーリーの訓導も受けた。1943年に兵役に就いたが、第二次世界大戦終結後は、ハンブルクでエイリ・ヒレーンに支持した。19歳で、ハノー・オファー国立歌劇場のコンサートマスターに就任し、その後ケルン放送公共楽団のコンサートマスターを歴任した。1950年代から、 ホルクバング芸術大学やケルン音楽院で教鞭を取り、1963年からはフライブルク音楽大学で更新の指導に当たった。1970年には自分の名前を冠した室内管弦楽団を創設し、1976年にはフライブルクにのシュポア国際バイオリンコンクールを創設した。作曲も行い、バイオリン競奏曲やビオラ競奏曲などがある。 2020年3月24日に死去。93歳坊津。ありがとうございます。